飛び出してきたのはカーナンバー14番、1台止まってしまいました。キズラでしょうか。オレンジ色のマシン1台止まってしまっています。キズラ秋平のマシンが止まってしまったようです。で現在トップに出てきたのはカーナンバー18番横川でしょうか。キツラも無事スタートが切れました。まだまだ1周目ですからね、まだまだ遅れを取り戻せる範囲だと思います。さあ1周目戻ってきました。現在トップは8番黒岩、黒岩が現在トップで1コーナーを通過、1コーナー抜けて今度はカーナンバー18番の横川。そして3番手にはおっと今仕掛けてきました、カーナンバー25番、カーナンバー25番と24番ですよ。お25番、荒川凛が黒岩に仕掛けて2番手に上がっていました。そしてまた再びこのフレイユ雨が降り出しました。弱い雨が降り出しています。トップ集団がほぼ現在連なって団子状態となって、トップ仕掛けましたね。さあ仕掛けてきています。黒岩をパスしてカーナンバー25番、荒川凛がトップに立ちました。バックストレート、黒岩の後ろには横川が入っています。荒川凛が2位以下を少しずつ少しずつ引き離しながら現在スプーンコーナー、ゴールポジションからスタートでしたが1周目終えて少し出遅れてはしまったものの、荒川凛が現在の状態で黒岩、おっとここで仕掛けてイン側を取って、5番手に上がってきたのはカーナンバー12番の角田です。ここで21番、17番クラッシュで少し遅れを取ってしまいました。21番清水優太、そして17番の村松きなこがクラッシュで少し遅れを取ってしまいましたが、大きな損はなく無事にスタートが切れています。さあホームカレードに戻ってきて引っ張っているのはカーナンバー8番の黒岩です。で黒岩の前に今横川が立ちました。そして横川、黒岩、追い吹9番スタートでしたが順位を上げてダブルヘアピンで仕掛けました。
角田をパスして上がっています。そして横川と黒岩もバチバチのバトル。現在は黒岩がこの第2集団トップ2位を走行しています。
長沼は今シーズンマシンの小さなトラブルが続いて悔しいが対策はしっかりしてきたと話していました。さあ第一集団がホームスタートしました。第二集団に国名を取らず食いついてきています。カーナンバー11番小玉が小玉、その後ろにはカーナンバー24番大草力。2番手からのスタートでしたが大きくドロップをしてしまいました。その後ろにはカーナンバー21番最後尾からスタート清水優太が入っています。チームメイトの静田が誠実でとても人柄がいい青年だと語っていました。さあ荒川には他を大きく引き離して現在コントロールラインを通過。残りラップ数は12周です。第2集団はカーナンバー18番、カーナンバー18番横川が引っ張っています。さあ風が強く吹いています。向かい風の中のバックストレート、スリップストリームどういう風に使っていくんでしょうか。ゴイブシの後ろぴったりとカーナンバー14番、カーナンバー14番長沼がつけています。長沼リンはぶっちぎりです。で第2集団は5枚横川が第2集団を引っ張る形となっています。横川、黒岩、うん、篠田と3台連なってその後ろに少し上げてゴイブシと長沼。長沼は先ほどからゴイブシの背中を捉えていますが、この後どういう風に抜きにかかるのか、そしてゴイブシはそれを防げることができるのか。篠田がついています。カーナンバー12番の篠田、
立ち上がれないと、その後も直線もうまくいかないから気をつけたいと語っていましたが、これからその自身が希望とするスプーンコーナーに入っていきます。黒岩を追いかける形、荒川がコントロールラインを通過して残りラップ数は6周となりました。いよいよこの前半の決勝が、現在ダブルヘアピンを通過中の五井淵はここが苦手だとも語っていました。さあ路面はすっかりと乾いてきています。ですがまた強い風に乗って弱い雨が降り始めました。雨がぱらついています。とても弱い雨、そして強い東からの風が吹いています。現在5番手を走行しているのは長川博道、その前には黒岩がいます。黒岩はもう前のマシンの背中を捉えていつ敵にかかるかというところ。黒岩は角田を捉えるのか、できるでしょうか。もうテールトゥーマンのまま1コーナーを通過。そろそろ仕掛けてくるんでしょうか。黒岩は昨シーズンこのソレイユ戦でチャンピオンになっています。現在3番手。お、ここで勝負に出ました。黒岩が角田をパスして2番手に浮上。そのままスプーンコーナーへと入っていきます。残りラップ数は3周。現在の黒岩が引っ張る3台が何もありません。1コーナーを通過。その後ろでは予選でファステストをその後ろには五井淵がつけています。五井淵、その後ろには現在のファステストラップ清水龍太も控えています。最高便スタートですが順位を上げてきました。で黒岩にここで篠田が勝負に出ました。黒岩をパスしてワンポジションアップ。この第2集団は熱戦が先ほどから続いています。25番荒川、その後ろ単独で荒川、そして3台角田が現在この第3集団3番手争いを引っ張っています。角田と黒岩がダブルペアピンで勝負に出て角田パスして2番手。さあ角田も負けていられない。さあここは黒岩がこのまま守ってその隙をついて長田が上がってきました。黒岩、長田、角田、この後ろには清水優太も近づいてきています。現在は黒岩が第3集団引っ張って現在3番手。さあ黒岩行けることができるか。長田は9番手スタートですが現在3番手争いまで上ってきています。そしてその後ろ最高ビスタートの清水優太が速い。さあチェッカーが用意されています。ファイナルラップ荒川凛は間もなくチェッカーを受けます。さあ3位バトルはどうなる。長縄が仕掛けました。角田とサイドバイサイドでスルッとパス。さあ
トップチェッカーぶっちぎりです。荒川凛、見事逃げ切り、ガッツポーズも見せました。その後ろには単独で入ってきます。横川も今チェッカー。そして3位争いはロイナ。